さらでございます。今日は嫌われることが怖い時の営業マインドということをテーマでこのようなご質問をいただきましたのでお答えしていきたいなと思います。で このご質問ですね。あの、結構みんな持ってる悩みだと思うんですよ。あの、営業やっていて、まあ、誰から、まあ、基本的に誰かに嫌われることを望む人っていないと思うので、嫌われたくないなっていう気持ちの中で、じゃあ自分って今何ができるのかっていうことで、えー、悩まれている、どうしたらいいか考えている人って多いと思います。ただ、営業という職業柄、まあ、仕事柄、 っていう点をお客さんにどう思われてるのかっていうことを改めて理解していただくと嫌われることへの恐怖っていうのが軽減できるんじゃないかなということで今日はアドバイスができればということでお話ができればと思っておりますということでまあ営業マインドということで5つの気持ちを持っていただければなということで、えー、ご紹介をしていきたいなと思うんですが、えー、1つ目がですねそもそもお客さんの立場 で、営業と会うわけですよ。営業と会うことが決まっているアポを上げている状態っていうのは、お客さん自身は何かを売られること、何かを売り込まれること自体は分かっていると。 いうことですね。なので、アポはもうあげてると。営業にアポイントの約束をあげている時点で、お客さんは何かを売ってくる詳細の説明をされるっていうことはもう分かってくれてるんだっていうことは、営業やっている人はぜひ理解をいただきたいなと思ってます。結構ここでやりがちなのが、今回ご相談いただいた方も同じだと思うんですけども、なんか変に突っ込んで質問してしまったりとか、なんかいきなり提案をしてしまうと嫌われるんじゃないかなって気持ちは、当然わかります。関係もできてないのこんな話しちゃっていいのかなっていうのはわかるんですが、 ただ、あくまで、営業に合ってるんですよ。友達に合ってるわけではなくて、営業マンに合ってるわけなので、営業から何を求めるか、営業が何をする仕事なのかといえば、当然、提案、営業、売り込みって話なので、じゃあ、その、売るっていう行為を、やっちゃいけないのかっていうと、そうではないというところが、ポイントの1個目です。で、ポイントの2個目なんですけども、ポイントの2個目はですね、ここも同じくで、お客さんの立場から見たときに、提案のために質問されることも分かってると、 ということですね。ただ、その質問があまりにも多すぎてしまったりとか、質問が結局、まあ、全然的を得てなかったりとか、そういった質問をされるお客さんからの立場からすると、いや、こいつ何言っても無駄だな,な、みたいな形でストレスを感じてしまうかもしれないんですが、繰り返しですが、お客さん自身は何かを売られる、何かの提案をされるということは分かっていると。で、その上で自分にわ、自分のことを分かってくれてる人から提案を受けたいっていう気持ちは絶対持ってますので、質問をするとか、 こんな話をするみたいなことが NG かといえば決して NG ではないと。当然わざわざ会っているわけなので、わざわざ会っているのであれば、それに立って見合った価値提供ができる、価値のある話ができるようにした方がす,するという気持ちを持った方が、よっぽどお客さんのためになるということがポイントの2つ目です。で今の話から延長線上なんですが、何回も会っていて、逆に庭園がない方がお客さんにとっては迷惑だと。 いうことですね。要は、お客さんが営業に会うっていうことは何か変えたかったりとか、何か美味しい話がないから、何かいい話がないかなっていうのを探してるからわざわざ営業に会うわけですよ。なので、そのわざわざ会っているっていうこと、わざわざ会い続けているっていうことは、何か美味しい話、面白い話、楽しい話、良い話が欲しいわけですね。なので、営業を提案しなきゃダメですよっていうことが三つ目です。で、四つ目が、 提案の考え方なんですが、提案をするにあたって、これでやらなきゃいけない、これが絶対の正解だという気持ちを持たないようにしましょうと。具体的には何かということなんですが、要は提案っていうのはあくまで仮説の延長でしかないと。まあ、仮説そのものでしかないということですね。なので提案をベースにして、これお客さんの意見を聞いて、そこからまた改善を重ねていけばいいという話なので、提案をしたから終わりではなくて、提案からまたお客さんの感想を聞いて次につな 上げていいくこことととが重要だということですなので提案内容は相手のためになるアイデアの仮説であるということをぜひ意識いただきたいなというのがポイントの4つ目。 ですで最後、5つ目なんですが、商談自体、まあ、提案ですね。提案の場、商談自体っていうのは、答え合わせ、仮説と検証の場でしかないんですよ。なので、あくまで自分がこのお客さんと話をしてきて、てコミュニケーションを取ってきて、だいぶお客さんのことが分かってきたな。そのタイミングで私だったらこういうことできると思いますが、どうですかって言った時に、罰をもらったから終わりではなくて、罰をもらったらその罰をもらった理由をちゃんと聞いて、そこから自分としては次何ができるのか、どういうことをやっていけばいいのか、っていうことを考えていきましょう。 それがあくまで営業で大事だということですね。なので、お客さんに嫌われたくないなとか、間違ったこと言いたくないなみたいなことも当然感じると思いますし、考えると思います。ただ、間違えることも悪ではないですし、嫌われるっていうのは結局はお客さんの期待していることじゃないことをするから嫌われるわけですよ。あくまで営業とお客さんの立場、 お客さんがわざわざ営業にアポイントをあげてるっていうのは何か提案をしてほしいっていうのが一番の気持ちなので提案をせずに終わる方が悪だとぜひお客さんのためになる提案や話っていうのを持っていっていただいてより突っ込んだ話をしないとダメだという気持ちを持っていただきたいなというのが今日のアドバイスでございますちょっとマインドの話ではあるんですけどもぜひ営業という仕事柄お客さんは何かを変えたいからは営業になってるんだっていう気持ちを忘れずにぜひコミュニケーションを取っていただきたいなというのが今日のアドバイスでございますえー、今日の動画が参考になった勉強になったなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録 高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。